カレー粉カレー粉カレー粉とは、カレー料理で使われるミックススパイスである。ウコン、唐辛子など、数十種に上る多数の材料を配合して作られる。インドでは各家庭で自製されるが、日本では既製品が瓶や缶で売られている。カレー粉は18世紀頃に、インドからイギリスに導入され、イギリスのクロスブラックウェル社が初めて開発、商品化した。 同社は、貴族のパーティーなどの料理を請け負う会社で、植民地インドの料理を作るとき、あらかじめた種類のスパイスを調合して省力化を図っていた。この混合スパイスを C&B カレーパウダーと名付けて、一般向けに販売したところ大評判となり、イギリスの家庭料理の一つにカレーが加えられるほど普及した。1810年には、オックスフォード英語辞典に、 カレーパウダーの号が登場している。なお、カレー粉は多種多品目を誇る、当時のクロスブラックウェル社の主力商品ではなかったので、現在は生産されておらず、レシピも資料も残っていない。しかしカレー粉は、現在も世界各地で広く使われている。このカレー粉を使うイギリス式のカレーライスは、明治時代に日本へ伝わり、国民食と言われるほどの人気料理となった。 それまで C&B のカレー粉を使っていた洋食店は味が変わることを恐れ、これら国産のものになかなか切り替えなかった。国産カレー粉普及のきっかけとなったのは1931年に起きた輸入品偽造事件で、これによりかえって国産品の評価が高まる結果となった。日本ではかつてカレーライスを作るのに、まずフライパンで小麦粉を炒め、 カレー粉を練り合わせてカレールーを作り、これに出汁と鍋で煮た肉や野菜などの具を合わせカレーを作っていた。このためカレー粉はカレーに必須の材料であったが、1960年代にあらかじめカレー粉に油脂、小麦粉、うまみ調味料を加えて固形にした即席カレールーが開発された。即席ルーは 具を単に水で煮てからルーを割って投下すれば、カレーになる簡単さから、大いに普及し、カレー粉単体の販売量は激減した。ただドライカレーや、カレーピラフその他、カレー風味の料理の調味料として、一定の需要があり、今でもロングセラー商品の地位を保っている。日本のカレー産業は、SB 食品とハウス食品の二強が加戦しているが、カレー粉市場は、 SB 赤間が80%以上のシェアを握る。スパイス販売大手のギャバンもカレー粉を販売しているが、同社はハウス食品と提携関係にあり、同社のカレー粉はハウス系の製品である。また、大企業以外にも、いずれも戦前戦後にかけて創業された、独立系老舗のインデアン食品のインデアンカレー粉、ナイル商会のインデラカレー粉も、 ロングセラー商品として販売が続いている。その他、カレー製造関連企業で作る全日本カレー工業共同組合加盟の数社が自社ブランドでカレー粉を発売している。蒸気の複数のスパイスを焙煎し、粉末にし、混合し、熟成する。メーカーによってブレンドは異なる。カレー粉はあくまでもミックススパイスに過ぎず塩分や出汁は入っていない。そのため、 調理の際は塩分と脱脂成分を加える必要がある。湿気や酸素によって香味成分が失われてゆくので、なるべく早く使い切るのが原則であるが、保存する場合は乾燥、低温の冷蔵庫で他の食品に香りが移りにくいガラス瓶などを用いる。なおポリ袋は酸素、湿気を遮断できず、保存用途には適さない。室内に置いておくとダニや 人産死亡虫などの食品害中による食害を受ける場合がある。ありがとうございます。